福島県ハイテクプラザは、福島県郡山市にある、公設試験研究機関である。福島県が県内における工業の振興を図るために、福島市、藍津若松市、岩き市に独立して設置されていた各工業試験場を統合、開祖し、新たに郡山市に中核センターを設立、旧工業試験場を技術支援センターとして再編し、 1992年4月に開所した。開所以来、県内ものづくり産業の技術基盤の高度化を図るため、技術相談、移転、試験、機器の開放、人材育成、技術開発の4本を柱に据え、基盤産業、伝統産業の支援、成長産業の創出、地域資源の活用、研究会による連携支援などに取り組んでいる。本部は、 高利山西部第二工業団地内に立地しており、近隣には山宗県福島再生可能エネルギー研究所があるなど、福島県における工業分野の研究開発拠点となっている。九百九十三年代十二回福島県建築文化賞準賞受賞。各拠点では、電子応用技術、有機材料から無機材料までの広範囲な材料技術、機械加工技術、 計測技術、微生物の利活用技術、伝統産業、デザイン等の支援を行っている。福島県ハイテクプラザ県内ものづくり企業の復興支援産学館連携ジャーナル2012年2月号、2015年4月5日閲覧、ありがとうございます。